洞窟の中のロトと娘たちソドムから脱出するロトロトは旧約聖書の登場人物である。創世紀11章後半から14章及び19章に登場する。父はテラの息子ハランであり、ロトはアブラハムの甥にあたる。また、新約聖書では偽人として紹介されている。イスラム教のクルアーンには同盟いつずりのルートとして登場し、 神の預言者のうち一人であるとされる。アブラハムに伴って古代エジプトへ、そしてカナギへと旅をするが、アブラハムの牧父とロトの牧父との間に争いが起きたため、ロトは肥沃な土地である東方のヨルダン地域へと移動し後に、ソドムへと移住する。エラムの王、ケドルラオメルによって、ソドムが略奪されると、ロトの家族は、家財もモロトも捕虜として連れていかれるが、 そのことを伝え聞いたアブラハムによって救出される。後に、天使がソドムに派遣され、ヤハウェがソドムとゴモラを滅ぼすことを決定したことをロトに伝える。この時ソドムの町の男性たちから性的暴行を受けそうになる。そこでロトは、夜が明ける前に妻と二人の娘を伴って、ソドムを脱出し、近隣の都市ソワールへと向かう。逃げる際に、後ろを振り返ってはいけないと。 指示されていたが、妻は後ろを振り返ってしまい、塩の柱となってしまった。その後、彼らは山中の洞窟に移住したが、ここで娘たちは父を酔わせ近親相関し、男子を一人ずつ産んだ。長女の子は、モアブと名付けられ、モアブ人の祖となり、また、次女の子は、ベンアミと名付けられ後に、暗門の人々の祖となった。イスラム教では、 ソドムの人々をいさめるために派遣された預言者とされる。旧約聖書と同様に、ソドムの住民は彼の言うことに耳を傾けず、都市は滅ぼされる。自身はソドムで生を受けたわけではないが、ルートとその同胞のような表現で彼らの同胞であるとされる。以後の行いと、近親相関の件は扱われていない。ロトがいた洞窟とされる場所は、 東ローマ時代はキリスト教徒の巡礼地となり、教会が建造された。この教会の遺跡が主海島南岸に残されており、その横にロトの洞窟とされるものが存在する。教会は現代のヨルダン王国カラク県に位置するが、カラク地域は歴史的にはモアブと呼ばれていた。洞窟で生まれたというモアブ人は、鉄器時代には同地域に王国を築いていた。 ありがとうございます。